こんにちは、キッシャンです。最近 CM で宣伝しているソフトバンクのネットワーク機器、ソフトバンクエアーを家電量販店の上新で手に入れました。まあすでに YouTube でも多くの方が紹介してますが、結果がすごかったので動画にすることにしました。まずは紹介なんですが、コンセントに挿すだけでネットが接続されるというとても簡単な商品です。中身は LAN ケーブルと電源ケーブルと本体、あと説明書ですね。ここに QR コードなどの接続に関する情報が載ってます。この本体ですが、1週間お試しでレンタルできるんですね。8日後から料金が発生して、月1980円の36回払い、3年ですね。ですので本体代金は7万円を超えます。1ヶ月使って解約すると、残りの35回分6万9300円を支払う必要があります。まあそれを踏まえた上で速度テストを見てもらいたいと思います。ちなみに現在住んでる家では J:COM のネットを使ってます。まずはスピードテストからやってみましょう。まずは J:COM につないだ Wi-Fi から。次にソフトバンクエアの 4G です。次は 5G。 どうでしたか？もう結果は十分分かってもらえたと思いますが、動画のダウンロード比較も見てもらいましょう。ディズニーチャンネルの約30分の動画です。まずは J:COM につないだ Wi-Fi から。次にソフトバンクエアの 4G で 5G です。これって環境にもよるっていうのは聞きましたけども、どうなんでしょうね。まあ、とりあえずこれでネットはできますけどね。お試し期間で納得できて3年使おうっていう人は何割ぐらいいるんでしょうか。まあそういうことなので、僕は7日以内に返品したいと思います。何よりもお試し期間を設定しているのがびっくりですよね。それに上新のソフトバンク担当の人もすごい自信ありで進めてきたんで、最近まだちょっと良くなってるんかなって思ったんですけどね。
設置場所も説明書に従ってたんですけどね。まあ、今回はそんな動画でした。それでは。